はい、中本博秀です。今日はですね、ひらがなのこのおっというとですね、元になる漢字について紹介をしていきます。このひらがなおですけれども、ちょっとこういろいろ書いてみます。こうしてこうしてこう、あるいはよく見かけるこう、皆さんこの「を」をご覧になっていかがですか。余白に目を向けてほしいんですけども、最後のところのここのこの空間ですね、ここのこの空間、ここの空間、ここの空間があんまり広くなるとですね、やぼったくなりますね。極端に説明しますと、こうしてこうしてこうになると、 ここに変な空間ができますね。ですからここの空間をちっちゃくするために、こうしてこうしてこのぐらいの感じのがキリッと締まった感じしますね。ですからウォッテージはこうこう下ろすと、こちらがこう短くなる、少しこういうふうになる。もう一回書いてみますね。をこうして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 、このぐらいが美しいんですね。これがをの美しい書き方になります。でこのをのですね、元になる漢字は遠方の遠、遠いっていう字なんですよ。この字なんですね。この字が王の元になる感じになります。これをですね、少しこう崩していきますと、こうしてこうして口はこう一本なんですね。そしてこう立ってして、こうこうでこう書くわけですね。でこれがですね、だん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 もうちょっと楽に書いてですね、こう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 なります。もっと崩しますと、こう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 なって、そしてだん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 今日のですね、簡略化されてこうなって、そして今日のこの音になるんですね。以上、今日はですね、ひらがなの音、の美しい書き方と元になる漢字についてご紹介いたしました。これで中本博秀のワンポイントレッスンを終わります。ご清聴ありがとうございました。